レイカーズ次はセルティックスですけど、勝てますかね。八村がスタメンだったらどっこいだと思う。八村がベンチだったらセルティックスだと思う。だってベバリーがテイタムつくんでしょ、どうせ。ジェイレン・ブランカ、テイタム、ベバリーがつくんでしょ。もうその未来めっちゃ見えるやん。で、セルティックスとクリッパーズにはマジバカ相性悪いから、レイカーズ。俺、その試合ベッティングできるんだったら、借金してでも1億円ぐらいベッティングすると思う。セルティックスが勝つに。これでレイカーズ勝ったとかだったら、ちょっと。まあ、八村がスタメンだったらワンチャン勝てるかな。まあでも今、あれか、マーカス・スマートとロバート怪我したんか。それ考えたらまあ、どうなんだろうね。マーカス・スマートいないのはめっちゃでかいね。いや、でもやっぱデバリーとシュルーダーが、ジェイレン・ブラウンとテイタムにつかなきゃいけないの、気持ち悪すぎるな。そんなんで勝てるんか。トスカノがいいな、テイタム。いや、そうなんよ。そうなんです。トスカノさ、オフェンス能力めっちゃないけど、めっちゃないけど、でもクリッパーズとかセルティックスと当たるときは、もう、使うしかなかったはずなんよ。でもそっから逃げた。俺の考えというか、俺目線だとダービンハムはそっから逃げた。トスカノの使い方わからんっていうので、そこを放棄しちゃったのがダービンハムの一番の失態だと、個人的に思う。八村セルツだったら誰つくの？いや、それこそテイタムついてほしいね。八村には。レブロンは、あ、そう、だから、どっちかなんよ。トスカノを、こう、無理やりでも、セルティックスとか相手の時は使うか、もしくは、レブロンを、カワイとか、テイタムにつかせるか。俺はどっちかをやるべきだと思ったんだけど、まあ、後者の方はさ、そうするとレブロンが体力使っちゃったり、ファールがかさんじゃうから、得点にフォーカスできなくなって、ね、負けやすい。っていう理由があるから、まあそれは全然わかるし。で、まあトスカノもトスカノでね、オフェンス力がなさすぎて、ディフェンスだけのために使うと、まあ、バランスが悪いからっていう。まあそれも理由としてはわかるんだけど、だからといって、ね、ベバリーとシュルーダーがポール・ジョージ・カワイ・レナード、ジェイレン・ブラウン・テイタムつくのが OK とはならんじゃんね。そう、だから、まあレブロンのことはもう仕方ない。もうそんな、もう物理的に疲れちゃうから、もうそれはやりづらいと思うから、俺はそこは求めないんだけど、だったらやっぱ、オフェンス力のないトスカノをうまくどう試合中隠せるのか、隠しながらトスカノの良さを活かせるのかっていうところを考えるのがあなたの仕事でしょって。そこを放棄してどうするなんて。わかるけどね。わかるで。あんなガベージタイムでなんかもう不満溜まってんのか、ねえ、ようやくバスケットできるっていう、嬉しさでボールこねくり回してるのかわからんけど、本当にハンドリング能力もないのにさ、なんかやたらとカッコつけたドリブルしようとして、ターンオーバー、グリズリーズ戦も確かあったけどさ、そのままかかとにボールが当たってターンオーバー仕掛けてとかさ、もう本当に見てらんないぐらい、ちょっと、マジお前何してるんって、ウォリアーズで何学んできたんって、ちょっと突っ込みたくなるほど、使いづらいのはわかるんだけど、でも、結果今だからそこに八村、トスカノの上位互換の八村が入ってきたから、レブロンをテイタムにつかせる必要もなくなったし、トスカノを無理やり使う必要もなくなったし、八村を使えばいいよねっていう状況にはなったから、やっぱりセルティックス戦の鍵になるのは八村がテイタムを止めれるかだと思う。で、テイタムを止めれないって、まあ、止めれないんだけど、及第点にすらならないってなったら、まあ、レイカーズの優勝はないんだろうなと思う。そこでやられはしたけど、まあ、20点に抑えましたとかだったら、それはむしろ止めれてる方だと思うし、まあ、ポポビッチもね、ドンチッチは50点までは取られていいみたいな、まあ、半分冗談だけど、半分冗談で50点までは取られていい言うて50点取られてるから。で、まあ、よくやったっつって。まあまあまあっつって。だまあ、25点ぐらいまでだったらね、許容範囲だと思うんだけど、だその25点ぐらいに抑えれるのかどうか。まあ、八村だけじゃないけどね、つくのは。八村だけじゃないけど、みんなで頑張って25点に抑えれるか。だから結構大事な試合だと思うね。結構大事だと思う、セルティックス戦は。それがあるかどうかで、カンファレンスファイナルでだって、クリッパーズと当たる可能性もあるわけじゃん。だカワイ・レナード、ポール・ジョージと戦うモデルとしてはね、一番合ったモデルだから、ジェイレン・ブラウン、テイタムって。25点は止めれすぎ？まあ、でも平均30点だよ。31点だよ、テイタム。何点なら止めれすぎじゃなくなるの？ 30 点ってこと？ 1 点しか変わってない。平均に抑えれば止めれてる方ってこと？俺のイメージだと平均31点で31点取られるんだったら、それは止められてるとは思わないんだけど。平均のマイナス5点ぐらいは止めてほしくない？
25、6点が理想な気するけどね。ウィギンズならテイタム止めるね。それな。間違いないですね。八村スタメンある？まあでも、スタメンでいいんじゃないのっていうのは思うから。トロイ・ブラウンだったらスタメンは八村の方がいい気はしてる。